今これから、いつもの生放送の、準備というかですね、直前になっているんですけれども、このところ生放送ではですね、あの頃の2010年ですね、2010年の頃の、初期の動画というのを少し、冒頭に紹介して数分ですね、というのをやっていました。で、ですね、そろそろ佳境に入ってきて、チョキさん亡くなるんですけれども、そういえばですね、亡くなる直前の動画というのは少し、気が引けてというか、アップしませんでした。というのも、だいぶ応援していただいている方がたくさんいてですね、もうダメだろうっていう動画は、アップしにくくなってしまいました。一応ですね、今見ると、元の動画が撮れています。亡くなる瞬間は撮っていませんよ。その日の、まあお昼ですね、夕方に亡くなっているんですが、お昼に、過ごしている、もう横たわっている、チョキですけれども、の動画が残っていました。で、亡くなった後ですね、クロケンはその動画の部分は省いて、最後ご挨拶だけという形の動画を作りました。なので、あ、そうか、亡くなったのか、という、そこ、一言橋ですね、というふうになっています。これ、動画をちょっとまとめようと思います。ただし、まあね、亡くなると分かっている、猫の動画を見たい方、見たくない方、はっきりすると思いますので、これは限定公開という形ですね。あの時に、そうやって見ていただいていた方、当時は、やっぱりこう、気持ちがね、同期しているので、亡くなるギリギリのところ見たくなかったけれども、もう今約10年近く経ちましたんでね、10年以上近くか、経ったので今だったらという形で、まあ参考というのもなんですけどね、一応作ってみようと思います。こんな感じですね。今ライブを終えたところですが、ライブ中に離れ離れで寝ていたお二人がライブ終了直後こうやって抱っこしています。かわいい、仲良し、めっちゃかわいい、お顔ぽにゅってなってる。今日は合唱団に行ってきました。そして帰ってきてご飯を食べて、今これから寝るところです。ジャン君、よくお留守番をしてましたね。さあ、ポンちゃんのおしっもうだいぶ安定はしています。ただ昨日ですね、クロケンが、コーヒーをばらまく事件というのがありまして、今日ちょっと出かける用事があったので、コインランドリーには行けませんでしたが、明日、もうねコーヒーのシミがついちゃったんだと、ね、まあそれはいいか、とりあえず洗いに出すっていうふうに言ってますので、明日一緒に行くなら行くと、いろいろ相談しながらやっていきたいと思います。さあ今日はゆっくりこれで寝ようかな。ジャン君、おやすみ。おこちらはポンちゃんです。ポンちゃんもおやすみ。